電流戦争とは、アメリカで1880年代後半の電力事業例明期に電力システムの違いから、ジョージ・ウェスティングハウス、ニコラ・テスラ人ーと、エジソン・ゼネラル・エレクトリック・カンパニーを率いる、トーマス・エジソンとの間に発生した確出や敵対関係のことである。1880年代後半、ジョージ・ウェスティングハウスとニコラ・テスラは交流送電を、 中心としたシステムを提案したが、トーマス・エジソンは直流送電を中心としたシステムの構築を進めており、相互に敵対した。ニコラ・テスラ・エジソンとの確執の項に小説がある。エジソンの直流送電は、電動機と同様に当時主要な電力需要である、白熱灯にも適当な送電方式であり、アメリカ合衆国の電力事業初期における標準方式を占めていたため、 エジソンは直流送電の特許使用料を手放す、つもりはなかった。テスラは自身の回転次回の研究から交流の発電、送電、使用システムを考案して商業化を目指し、テスラの二小交流特許、ルシアン・ゴーラール及びジョン・ディクソン・ギブズの変圧器特許をすでに買収していたウェスティングハウスと契約した。後年に交流変圧器が進化したことで、 電圧変換が容易な交流送電が圧倒的に有利となった。一般的に電線抵抗による送電電流の減衰は昇圧することにより抑制可能で電力効率が向上する。すなわち、需要元から遠隔にある発電所から高電圧で送電して需要元近傍にて配電直前に家庭用電圧へ高圧することで電力効率が良くなる。交流は 発熱、許容電力等の注意点があるが、安価で無制限に変圧することができる点で有利となった。直流を用いる場合も、高直流の変換回路、コンバータにより変流、変圧することは容易であったが、逆に直交流の変換回路は、当時の技術では不効率な電動発電機しかなかったことも挙げられる。直流から交流を作るいわゆるインバータの技術発展により、 大電力の直流送電の実用化は20世紀後半以降になる。なお、現状では直流から交流に変換し、再度直流に変換するという多重設備を要することや半導体素子の容量に依存する部分があるため、交流と比べると制限がある。ただし、充電設備と相性が良い。エジソンの直流送電システムは発電所と重い配電線、 受電する、需要化の照明や、モーターなどで構成される。このシステムは全体を同じ電圧で作動する。1 0 0トの電球が需要化に接続されていると、発電機は発電所から消費地までの送電線の電気抵抗による電圧効果を考慮して1 1 0トを発電した。この電圧は電球製造の都合で決められ、当時は大きな問題ではないとされていた。 電線の銅を節約するために三線式配線が採用された。エジソンのシステムは3本の線にそれぞれプラス110ボルト、0ボルト、マイナス110ボルトの電圧がか記された。100ボルト電球はプラス110ボルト線と0ボルト線の間、または0ボルト線とマイナス110ボルト線の間のいずれかに接続された。 零ボルト線には線と引く線の電流差分だけが流れた。この三線式システムは使用電圧を低地に止めたが比較的高効率だった。この発明でも導体の電気抵抗による電圧効果は大きく、発電所と消費地の距離は半径800メートルに止めるか、高価な極太都線を用いれば膨大な電力損失が生ずる。直流電流の電圧変換は、 電圧ごとに別々の河川を要し、河川や電力網の複雑化に伴うメンテナンス費用の増大などの問題が生じた。特に1888年にアメリカ東海岸の都市が大寒波に見舞われた際、大規模な直流電力網を敷いたニューヨーク市で犠牲になった200人のうちいくらかは雪の重みなどで電力網が崩壊したことが原因でなくなった。 ニコラ・テスラ・コーの交流発電機交流送電の長所は変圧器によって容易に電圧を変えられることである。電力は電圧と電流の積によって表される。高い電圧を送電線で使用することにより、同じ電力を送るときに電流を相対的に低い値で抑えることができる。金属電線には必ず電気抵抗があるので、送電時に一部の電力はジュール熱として失われる。 変圧器で高い電圧に変えてから送電することで電流を相対的に減らし、この送電損失を減らすことができる。現在は100万ボルト級の電圧が使用されている。なお、20世紀後半からのパワーエレクトロニクスの発達に伴い直流から交流への変換も実用的となったことで、長距離送電の分野では絶縁容量やリアクタンス。 表皮効果などで有利な高電圧による直流送電が再び行われるようになっている。エジソンは交流の使用に反対するプロパガンダ工作を行った。エジソンは人々に交流の危険性を印象づけるため、個人的に野良犬や野良猫といった動物を交流電気によって殺処分する実験や処刑で使用される電気椅子の電流を交流に変換することを実施し、 交流が生物に対して危険であることを主張した。対するテスラ側も交流電気を放電している場でテスラ自身が読書をする章を行い安全性や無害化の容易さを主張した。交流を用いた電気椅子は1890年に初めて使用された。州の電気技師のエドウィン・デイビスによる死刑囚、ウィリアム・ケムラーへの死刑執行は必要な電圧が足りず 初めの電撃では処刑ができずに囚人に重傷を負わせるに止まった。そのため電撃を繰り返さねばならなかった。リポーターは恐ろしい光景だ。公主刑よりはるかに悪いと書き残した。ジョージ・ウェスティング・ハウスは彼らは斧を使うべきだったと述べた。専門家はエネルギー伝達手段として圧縮空気も考慮した上で、 ナイアガラの滝を利用して発電することを提案した。エジソンゼネラルエレクトリック及びエジソンの提案に対して、テスラの交流システムは、ナイアガラフォールズ委員会から契約を勝ち取った。委員会は、ケルビン卿によってリードされ、JP モルガン、ロスチャイルド卿ジョン・ジェイコブ・アスター4世のような企業家に支持された。ナイアガラフォールズ発電プロジェクトは1893年に始まり、 テスラの技術は滝からの電力を生成するために適用された。設備を完成するのに5年かかった。この電力システムがバッファローの工業の電力需要を賄うことができるか否か疑問を呈するものもあった。テスラは発電所がうまく機能することを確信しており、ナイアガラの滝は東海岸のすべての電力需要を賄うことができると発言した。 1896年11月16日にナイアガラの滝の E.D. アダムズ発電所に設置された水力発電機からバッファローの工業地帯への送電が始まった。水力発電機はテスラの特許を用いてウェスティングハウスエレクトリックが製作し、その名版にはニコラテスラの名前が刻まれた。テスラは北アメリカの商用電源周波数の標準化として、 60サイクルを設定したが、ナイアガラの最初の発電所は25サイクルであった。この水力発電所は長い間25サイクルで発電していた。結果は交流方式の勝利となった。発電でも送電でも交流が主役となり、直流は主役の座から去った。これは送電範囲の大幅な拡大と送電における 安全性や外資による絶縁体と送電効率の向上によるものだった。エジソンの直流を用いた低電圧送電システムは最終的には他社、主としてテスラの二小交流システムのほかチャールズ・プロテウス・スタイン・メッツが提案した交流用機器に敗北することとなった。テスラのナイアガラの滝に設置された水力発電所は交流を受け入れる上でターニングポイントとなった。 最終的には、エジソンのゼネラルエレクトリックは交流システムに転換し、交流用機器を製作することとなった。20世紀に入っても、なおいくつかの都市では直流送電網を採用していた。例えば、ヘルシンキの中心部では、1940年代後半まで直流送電網があった。そのため都市部の直流送電網用に、 水銀清流機による清流所で交流を直流に変換していた。ニューヨーク市の電力会社であるコンソリデーテッド・エジソン社は20世紀初めに主としてエレベーター用として直流を採用した利用者のために直流の供給を続けた。2005年1月、コンソリデーテッド・エジソンは年末までにすべての顧客への直流送電を停止すると発表し、2007年11月に 送電が停止された。ありがとうございます。